郡市長は宿泊療養施設の受け入れが限界に近づいていると強く警戒を呼びかけました。本市の感染状況は非常に厳しいと言わざるを得ないと思っています。病床の逼迫や宿泊療養施設での受け入れが限界に近づいており、なんとかこれ以上の拡大を抑えていかねばなりません。また郡市長は来週から夏休みが終わり学校が再開することから、家庭での感染対策の徹底を呼びかけました。ご家庭での毎朝の健康管理や体調不良の時には登校させないなどの対応も含めまして、家庭内でも改めて感染防止対策の確認をし、継続徹底していただきますようお願いをいたします。また保護者などに体調の悪い人が出た場合は、児童生徒が休んでも休み扱いにしないよう学校へ文書を送付したということです。